はい、速稼塾の久保です。今日の思い出迷子なんですけども、私が中学の時に大好きだったアースシェイカーというねバンドのことについてちょっとお話ししようかと思います。まあアースシェイカーというバンドは当時私が知った時にはもうすでにデビューしていて、武道館のライブも終わっていて、まあそこそこの立場を築いていたんですよね。まあそこそこって言うとあれですけども、まあでも私たちはそうやったカセットテープとかレコードを聴く機会はあったんですけども、テレビでね歌番組とかでそういったロックバンドが出てくれることってほとんどなかったんですよ。まあですので私たちは全国のファンにいろんな方法でね呼びかけて、当時インターネットはないですから、そしてロックバンドの雑誌もそんなにないわけですよ。でも少ない人脈を生かしてね、自分の親戚とか遠くにいる知り合いとかに手紙を書いて、このアースシェイカーというバンドがテレビに出るようにちょっと応援していこうよみたいな、そんなねささやかな部分も起こしたことがあったんですよ。で、なんやかんやで、まあその活動自体が身を結んだのかどうかわかりませんけども、その夜のヒットスタジオにね、出ることが決まったんですよ、アースシェイカーが。で、その番組やっぱり私たち見るじゃないですか。だってビデオなんてものもそんなにまともにない時代ですから、再放送がね、基本的にないと言われている歌番組、見たら、見逃したら終わりなんですよ。まあですんでね、夜のヒットスタジオにチャンネルを合わせて、そしてアースシェイカーが出るのを今か今かと待っていて、アースシェイカーがバーンと出ました。やったー！いやー面白かったですね。アースシェイカーね、番組の中でガチガチに緊張していてね、何回もライブをやってもうステージ慣れしてるのに、カメラのセットとかスタジオってのはまた違うんでしょうね。で、番組中になんか実家の九州かどっかからお母さんから電話がかかってきて、そして生放送中に電話に出るみたいなね、そんな場面もあったんですよ。まあ生放送かどうかわかりませんけど、番組中にね電話に出るところがあって、これから歌うから頑張るからねみたいな感じでね、お母さんもね頑張ってねみたいな、皆さんよろしくお願いしますみたいな感じで、本当にね親子の会話がそこで聞けてね、まあ私たちファンとしてもなんかすごく嬉しいなと思った覚えがあるんですよ。そしてアースシェイカーが曲が始まりました。あのレディオマディックっていうね、私たちももうとっても大好きな曲で、よくこれを選んでくれたっていう感じだったんですよね。これ曲はね5分ぐらいだったかなと思いますけども、どうだったかな、まあまあ結構長めの曲だったような気がしますけどね。レディオマディックっていうのを歌ってくれて、私たちも感動したんですよ。テレビのセットでねわーっとね炎が上がる中で、メンバーがみんなが演奏してると。で、私たちは当時ライブでも行かない限り、そういった自分の憧れのミュージシャンの姿を動いてるところを見ることがなかったんですけども、中学生でそのアースシェイカーのライブとかね、ラウドネスのライブとかすごい難しいんですよ、行くのが。だいたいライブの時間が6時とか7時から始まるじゃないですか。帰ったら23時とかになるわけですよ。中学生がそういうところに行けます？そもそもお金がどうやって手に入れるんですかってことですよ。チケットもなかなか手に入んないですからね。まあその中で私たちが憧れのバンドを見る機会っていうのはテレビしかなかったんで、本当に熱狂的に見てやったーみたいな感じだったんですよ。さあそこでなんですよ、思い出迷子、ここからですよ。その興奮冷めやらぬアースシェイカーのスタジオライブレディオマディックが終わりました。派手にねアクションしてくれたりとか、私たちとしてはあ、これがかっこいいってものなんだっていう風に、かっこいいの概念を一つずつ勉強し始めた頃だったんですよ。アースシェイカーのメンバーのそのマーシーっていうね、西原さんっていうね、もうボーカルの方は、なんとも私たちがね考えられないような衣装、ピンクのタイツみたいなのを履いて、タンクトップの編み編みで、しかもへそ出しルックで、で髪の毛こうやってね、あんまり清潔には見えなかったんですけどもで、か細い体でね、派手にこう踊りながら歌ってくれるんですよ。で、歌い出しちょっとね、マイクに音声が入ってないところとかも、あとちょっと音が外れてんじゃないかみたいなところもね、私たちにとっては喜びだったです。さあそして派手なアクションした後、ギターソロもあって、ドーン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 って終わるわけですよ。やったーって CM インね、アースシェイカーの出番終わりました。やったなーみたいな感じで、それからファンの仲間たちとね語り草ですよ。しばらくよかったよかったみたいな感じでね、かっこよかったなみたいな。で、後日何日かしてですね、おいアースシェイカー出入り禁止、放送禁止になったらしいぞみたいなね、そんな噂が聞こえてきました。なんでやって、あんなかっこよかったのにどうしたんだ、やっぱりロックってのは世間に受け入れられないのかと思ったら、なんかレディオマディックの時の踊りが気持ち悪いっていうクレームがなんか入ってきたらしいんだよみたいなんで、かっこいいと思ったあの踊りって気持ち悪いのみたいなね。で、それからねテレビに出ることはなかったんですけども、
気持ち悪いから放送禁止になったっていうのが本当かすか分かりませんけども、当時情報がない私たちにとってみたらね、そういう風にして、まあ、番組に出れなくなることすらね、やっぱり俺たちの世界って一般の人には分かってもらえないよね、みたいな感じでね。なんか、逆になんか喜びだったような気がします。でも、確かに今見てみると、あれは、かっこいいって言ってよかったのかな。要するにビジュアルバンドのビジュアルって言葉すらない時代ですからね。ロックという括りでしかないですから。うん。で、今見たらビジュアルバンドみたいに見えるかもしれませんけども、まあ、あんな感じだったんですよ、皆さん最初ね。で、見慣れないファッションでした。当時私たち、ロックをしているものからしても。うん。まあ、ですんで、まあ、誤解されてもしょうがないのかなって思うんですけどもね。まあ、どうですかね。今、こうやって振り返ってみると、すごい懐かしいなと思うばかりですけども、当時は情報ないですから、そういうふうなね、どこで生まれたかわかんないような噂すら、まともに受け取って、そのままの思い出のまま、今に至るということなんですよ。だから、アースシェイカーはね、気持ち悪いから、出場禁止になった、番組禁止になった、放送禁止になったっていうのを、今でもほのかに信じてないところはないですけども、まあでもそんなわけないですよね。でもそういったね、地道な活動を繰り返してきて、深夜枠でロックバンドが出たり、世紀末が番組を持ったりとかっていうのを、いろいろ繰り返してきてね。まあ今はね、当然ですけども、ロックバンドが普通に出たりとか、全然あると思いますし、衣装もね、それによって気持ち悪いみたいな評価をする人もいなくなりましたんで、よかったかなと思いますけどね。まあそんな私の思い出迷子でございました。皆さんもね、アースシェイカーのレディオマディック、ちょっと気になったら概要欄に動画つけておきますので、ちょっとご覧いただければと思います。それでは、ありがとうございました。